トーンズ森本慎太郎。神役作りで劇児の山里亮太に、感情変化、お激白。意味深ワクチンは、昇進のジェシーへの期待も。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。南海キャンディーズの山里亮太、46、が、パーソナリティを務めるラジオ、山里亮太の不毛な議論。 TBS ラジオ5月31日深夜放送会ではシクストーンズへの森本慎太郎25が出演し、そこで明かした森本の心境が話題を呼んでいる。森本さんは4月クールのドラマ、だが情熱はある日本テレビ系、歴キ NG& オプスの高橋海人さん24とダブル主演を務めています。 森本さんは同作で山里さんを演じているので、その縁でのラジオ出演ですね。以前から森本さんは正反対の性格の山里さんを演じるにあたり、嫉妬の感情が芽生え始めたという話をしていましたが、今回、本人にそれを伝える場面がありました。女性史ライター。 だが情熱はあるで森本は見た目も喋り方も当時20代の山里涼太を完璧に再現。その神が勝った役作り、演技力は高く評価されている。これについて4月15日放送のラジオ、シクストーンズのオールナイト日本サタデースペシャル、日本放送で森本は役作りについての苦労を話していた。 本来、その森本は山里と正反対のポジティブな性格だった。しかし、全力で妬みやアソネの感情を持つ山里を表現するべく役作りした結果、性格が変化。共演者の高橋の優遇ぶりに本当に嫉妬心が芽生え始めてしまい、山里良太に蝕まれていると言っても過言ではない。と、嘆いていたのだ。 今回のラジオ不毛な議論では今年4月に行われたシクストーンズへの東京ドーム公演観光への法則インドームの話になったんです。そこで森本さんは他メンバー5人に対して山里良太に蝕まれた結果、これまで抱いてこなかった嫉妬心が芽生え始めたことをカミングアウトしたんです。前での女性誌ライター。 近く、技術に嫉妬し、みんなが持ってるスターぶりに嫉妬し、森本は、シクストーンズのメンバーについて、僕のないものをみんな持ってるんですよ。それを曲中に出して、輝くんです、とぽつり。これまでは彼らを見ても、どんどんやれ。それに乗りながら楽しむ、ぜ。と前向きに取り組めていたのが山里を演じた影響で心境が変化し、俺めっちゃ小物じゃね 技術に嫉妬しみんなが持ってるスターぶりに嫉妬し、個性の発揮具合を120%出し切るプロフェッショナルさに嫉妬し、僕が人間として生きていく上で新しく覚えた感情、人に対して嫉妬したり、小物大物で比べることはなかった。と、強い嫉妬心が芽生えていることを明かした。 森本自身はこの心境の変化を新しい感情を覚えたことで人としてステージが上がったとポジティブに受け止めていたが山里は新太郎くんステージ下がったよそれは俺のせいですみませんドラマが終わったら森本から抜けるから成仏するからと自信役の悪影響について森本とファンに平謝りするばかりだった そして、森本は謝る山里に対して、ちゃんとワクチン見つけたので、大丈夫でございます。とフォローを、入れトークを締めたのである。ワクチンその正体を森本は明かさなかったがファンの間ではハグや、ジェシー26の存在ではないかと指摘する声も多い。前者は、戦術の4月15日放送の、オールナイトニッポンで、やばいなって思ったらそっと抱きしめてほしい。 と、森本がメンバーの田中い月27に話していたこと。校舎は、森本がジェシーと仲が良く、ファンから、末えず、米印グループの末っ子コンビ、と評されていることに由来する。ワクチンってあれ金メンバーに抱きしめてもらうやつもしかしてもうやった疑問符 真っ先にジェシーがしてくれてると信じてる。山里亮太に犯された時のワクチンって樹里にギュッて抱きしめてもらうってやつかな。シクストーンズにギュッてしてもらうのジェシーと飲みに行くのどんなワクチンかなそんな声が SNS に多く寄せられているのだ。四角猿之助の事件で昇進のジェシー。もっともワクチンは今森本以上にジェシーに必要なのかもしれない。 ジェシーさんは2022年10月期のドラマ最初はパーテレビア日系で共演した歌舞伎役者の市川猿之助さん47と一緒にお正月過ごすくらい仲がよくお互いに親友と評していましたがその猿之助さんが今とんでもないことになっていますからね。前での女性誌ライター。猿之助は5月18日発売の女性セブン小学館。 で、パワハラセクハラ疑惑が報じられたが、同日、それ以上の出来事があったのは、記憶に新しい。18日の朝に、東京目黒区内にある邸宅にて、意識朦朧となった猿之助と、変わり果てた姿になった父である四代目市川男四郎さん、去年76、母の信子さん、去年75、が発見されたのだ。猿之助は一命を取り留めたが、 その後の警察の調査で猿之助の遺書が発見されたこと、睡眠導入剤を飲んだ両親の頭にビニール袋をかぶせたという報道などから、家族で一家親中を図ったことが発覚。6月初週に猿之助は警察に身柄を押さえられ、自殺幇助の容疑で逮捕されるのではないか。それが今、有力視されているのだ。 猿之助さんの事件があった当初からジェシーさんのメンタルを不安視するファンは多かった。いつもハイテンションな文体のジェシーさんの公式ブログが一言だけのシンプルな文体に変化しているのに無理しないでねとファンが気にかけていました。他メンバーのブログの端々からもジェシーさんをフォローしているのが伝わってきます。 そんな状況だけに、ワクチンイコールハグで、メンバーたちがジェシーさんを元気づけてあげてほしい。そう願うファンも少なくないのではないでしょうか。全道。ワクチンは、森本、そしてジェシーの心にも届くのか。四角、余裕感すげえ、森本慎太郎、軽やかすぎ足さばきとグラサンゲッツ。のダンスパフォーマンス、サングラスをかけて軽やかに踊る森本。